ない時期でよかったですけど、まあ分からんけど、ここからどうなるか分からんけど、タワーありがとうございます。ケイシーさんありがとうございます。タワーありがとうございます。スナインフル、インフルめっちゃやったみたいでね、インフルコロナ、またインフルはまたでもないか、まあまたか、気をつけましょう、まあ、気をつけましょうって言ってね、そんなかかるときはかかっちゃうんだけど、ハトン生誕祭までよくなって、いやー分かんないんだよねそれが、それがちょっとまだ分かんないんですけど、まあ今のところ大丈夫って感じ。でもそうね、ちょっとさすがに出たいので頑張ります。はい、ちょっと気合で26までに治らんとなんですけど、気合だよね。まあ休園になったら察してください。まあ休園にはならんけど、絶対にならんし、だってもう22、23、24、25、26、あと4日あるんで、まあ大丈夫だと思うで。靴を見せてたんですかって、だから靴があったからです。特に意味がないです。はい、ちょうど靴を履こうとした時に斉藤春菜さんがカメラを持ってきたので靴を見せただけであって、靴で遊ばせたのは私じゃなくて斉藤春菜さんなんですよねこんな髪伸びてきた。重要な意味はなかったかって、私の行動に対して別に意味なんてないからね。なんかたまになんかその考察する人とかいるんですけど、私の行動発言に対して考察してくる人
してくださる人いるんですけど、全くほとんど意味意味ないので、考察してるだけ無駄なので考察するのは全然いいんですけど、はい、今度無意味なんです、はい、趣味さん趣味なんですか、でも意味ないですよ、はい、推しの行動発言に対して考察はほとんど知らんけど、分からんけど、他の人は分からんけど、私の場合はほとんど無意味なので、それが楽しいならいいんだけど本から考察ブームだけどね、最初というか最近はビバン終わっちゃったけど、私一回も言ってなかった、一回も言った気がする、まあ言ったな、まあ、ちょこちょこ言ってたけど、マジで見てて、本当にみんなそうだけど、みんなハマってたけど、マジでハマって、本当に私の場合日曜劇場をほとんど見てるんですけど、ガチおもろいよな、おもろかったよな、ロスよな、ロスなんよ、もうすでにロスなんよ、もうちょ、そう見てるよとはあんま言ってないけど、めっちゃ見てた、めっちゃツイッターでその考察ツイートめっちゃ見てた、そこまで言われると見てないの、もう見てない人はそりゃいいでよな、見て、うん、めっちゃ長いけど1話2話めっちゃ長いけど、暇な時にな大河ドラマを見てました、あーそっちね、そっち派だったのね、
しぶりに配信見えて毎日やってるのかしらって毎日も言ってないです。はい、始まるドラマとかなんか何やってやるのか全く把握してませんでして把握してませんでして、次のなんだ日曜劇場の野球のやつやるよっていうのは知ってるんですけど、それ以外全く分かんなく知らなくて、だから見ないと思います。三田園やるって言ってたよね、私見てたよ。三田園は見てたけど途中で飽きたかな途中で飽きて多分最後まで見てないんだよね、あれ。途中で離脱した人、途中で離脱した根性なし。水曜日のダウンタウンです。あれなんか当たり買いそうだなって思った、やっぱ似てる最低最低でもないか、発表してから明日で1ヶ月、それの早いもので時が過ぎるのは。明日で卒業発表して早い1ヶ月記念日になります。とても長かったのか短かったのかはちょっと分かりませんが分かりませんが、まあまあまあ、なんかよくわかんない、よくわかんないですね、よくわかんない体感。残り1ヶ月と1週間くらい、約1ヶ月。まあそう思うと早いんですかね。残り1ヶ月よろしくお願いいたします。多分なんかその前に武道館があるからまだ卒業するっていう実感が湧かないんだと思う。武道館終わってやっと、ああ私はもうすぐ卒業するんだってなるんだと思われます。関与のサイン書いてないんですよ、それが。まあリハ期間に
くんじゃないでしょうか。スネイル千秋楽出ますか。出させてもろていいですか。わかんないけど、まだメンバー来てないけど出させてもろて。新曲の振り、ね、そろそろですか。知らないです。わからんです。確かになんかもうすぐ発売日かな。発売日よね。じゃあもうすぐなんじゃない。知らんけど。舞台公演やらないのってね。やりたいよ。やりたい。最後にやりたいけど。やりたいね。確かにね。自分の知らないところでなんかやってるなって感じ。何に対してそれは。でもまあ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 ね。ああ新曲とか先の仕事の別になんかなんかそうなんかなんだろう、そのなんかもうすでに第三者というかみんな側で見てる先のこと、先の情報は新曲だったりとか新曲のイベント、今日だったら握手会のなんだろう、なんか発売じゃない、なんか情報が出たけど、先のことは全部もう皆さん側ですよ。皆さんと同じ感じです。はい。そうなんだ。頑張れって。まあまあなんか楽しいけどね。そう、握手会があるみたいで、発売日かな、発売日か発売前日かその後か分かんないんですけど、メンバーがグループで握手会やるみたいなので、 CDでないよねって。何事もなく開始再開するんですけど、並ぼっかな、誰かのところ。並びますかね。でもな、メン
バーと握手するにはやっぱ CD を買わなきゃいけないわけじゃないですか。それはちょっとな、ちょっと今金欠なので金欠なのでちょっと卒業までにメンバーただで握手してもらいます。そうだよね、 CD のねお金出さなきゃいけないんだもんね。ありがたいね本当に。はい、ちょっと金欠なんで。最後に卒業までにいろんなメンバーととりあえず握手して写真撮ってオタ活したいと思います。そのオタ活ができるのはあるよね、武道館リハ期間だったりとか武道館当日よね、もうオタ活してちょっと思い出をたくさんフォルダー残していこうと思います。何にお金使ってるんだって、なんだろうね。大丈夫、別に金欠じゃないよ、安心して。武道館未開まだ申し込みできるよって。だってさ、1万いくらすんでしょ。ちょっと現役メンバーの特権でタダで見させていただきたい。最低。貯金が趣味、私貯金趣味ですよ、はい。分かってくれ、分かる、めっちゃ分かる、めっちゃ分かる。そう、まあ、だからこそちょっと私たちもちょっと頑張らないといけないよね、本当。頑張ります。行ったら見せてもらえるでしょうね。見せてもらえるかな。現役メンバーの特権として3日目の武道館見せていただけないでしょうか。ちょっとお金を払えと言われたら厳しいんですけど、普通にこれはシンプルに興味あります、興味ありますというか見てみたい。新体制、
いやでも本当に見てみたい。3日目、なんか瀬戸利とかも見たんですけど、いいねって感じ。1日2日も瀬戸利沖ですか？で2日目知らんです。はい。でもまあいいねって感じの3日間、3日間多分いいねって感じのコンサートになると思います。値段も値段ですし。いいねっていうコンサートにしなきゃいけないと思います。はい、しなければいけないのです。楽しみにしましょう。楽しみにしましょう。お互い、お互い本当にまだ何にも始まってないので、お互いどんなコンサートになるのか楽しみに行きましょう。生きていきましょう。私も最後のコンサートが武道館になる、日本武道館に、幸せ者でございます。コンサート差し入れがすごそう、絶対ね。それも楽しみだね。それも楽しみです。私は、クズだと思われても何でもいいけど、とりあえずコンサートの日はその予備の、なんだろう、差し入れの袋を、差し入れ持ち帰る用の袋を持って行って、そこに差し入れいっぱい詰め込んで、不人気が調子乗んなよっていうのはやめてください。はい、やめてください。それはやめてください。はい、はい、あまりよりマシなので。その武道館もね、紙袋をお家から持ってって袋いっぱいに詰めて持ち帰りたいと思います。ジレ目当てで3日目も行こうかしら。いやでもそれはこの先も罪悪感で生きていけなさそうなのでやめるけど、ってことで
さんに言っていただいたさ、うちケイシーさんでした。さよなら。